本日のゲスト、ジュニア欧州太鼓の皆さんです。まず最初にコメントをご紹介させていただきます。鳥取市下高町大阪地区の欧州太鼓、若い世代に伝えるため小中学生を対象としたジュニア欧州太鼓があります。子どもたちに和太鼓の基本的な技術だけでなく、地域に根付いた和太鼓、欧州太鼓の技術、精神を伝えることにより、子どもたちが地域を愛し、地域を活性化させる原動力になると期待しています。昨年7月には韓国で講演するなど活動の場を広げています。子どもたちの一生懸命な演奏をお聴きください。随時小中学生メンバーを募集しております。大阪小学校でなくても練習に参加できるのであれば大歓迎です、ということです。それではジュニア欧州太鼓の皆さん、よろしくお願いします。